こんにちは、浜田翔子です。今回はですね、韓国ファッションブランドジャストンさんのお洋服を紹介したいと思います。ジャストンさんはですね、こちらのインスタとかですごく人気なんですけど、インスタとあとホームページがありまして、通販サイトになります。こちらのインスタはですね、ジャストンのベーシックアイテムを日本でも楽しめるっていうことで、日本にも去年ぐらいに進出してきた日本のオフィシャルサイトになります。去年の秋頃にもファッションを紹介したんですけど、今回はですね、春服を紹介したいと思います。全部で6点になります。最後にはですね、今流行りの韓国とかで流行っているルックブックという生着替えをしながら服をね着替えていきますので、よかったら参考にしていただけましたら嬉しいです。はい、まず1点目はフラワーシフォン半袖ワンピースになります。はい、こんな感じで花柄ですごく女の子っぽいワンピースになります。で、ここはパフスリーブっぽい感じになってまして、ジャストンさんのホームページ結構花柄系のワンピースが多くて、長袖のタイプとかちょっとロング丈のワンピースとかたくさんあるんですけど、今回はですねちょっとミニ丈、膝下丈のワンピースに半袖にしてみました。すごい女の子っぽくてすごく可愛いなと思い、今回珍しく私ね花柄実はあんま持ってないんですよ。なのでちょっと可愛いタイプにしてみました。ちょっと下はひらひら感がすごくなってて春っぽいなと思い、こちら値段は3580円になります。他のタイプもですね結構2000円台とか3000円台とかで購入できたりとかするので。続いてはですね、立体ドットコットンシャツになります。こちらになります。ちょっとねこの名前の通り立体ドットになってまして、パフパフパフってなってる感じなんですけど、シャツでもちょっとフェミニンカジュアルに着こなせそうなシャツになります。はい、ちょっとねこれ袖の感じが、袖の感じもバフッとしてる感じになってて、女の子感が出るシャツになってて、シンプルだけどこのパフパフ感とこのパフってしてる感じがめちゃくちゃ可愛い。パフパフしか言ってないっていう。こちらはですね4380円のフリーサイズになっております。今回私ジャストンさんは S サイズを多めにして、これはフリーサイズになるんですけど、他は全て S サイズにしてみました。じゃあこのシャツにすごい合うなと思ったものがですね、今回このジャストンのデニムがすごい有名で、韓国のデニムはすごくいいっていうので、今回初めてジャストンのデニムを購入してみました。こちらになります。バックウエストゴムストレートデニムになります。なんかすごいたくさんデニムが本当に揃っていて、ゴムタイプのですごくストレッチも効いてて、なんか伸縮性があるのですごく履きやすいものになってて、で S サイズにしたんですけど、丈感もですねモデルさんがすごいたくさん写真があるので分かりやすいかなって感じなんですけど、くるぶし丈のパンツになります。私こういうストレートのくるぶし丈デニムを持ってなくて、なのでこの色合い的なものも持ってないので、ちょっとねウォッシュ加工になってまして、ちょっとこの太ももの辺がちょっとウォッシュ加工されてる感じになってまして、すごくね春にぴったりなデニムかなと思いまして、こちらにしました。多分ね私ね結構低身長で156センチなんですけど、私でも結構サイズぴったりそうないい感じの長さかなと思います。結構ね韓国系のって丈感がすごい長かったりとか、足長の人がすごい多いので長いのが多いのかなって感じなんですけど、いっぱいなくなんかいい感じの丈感かなと思います。でこちらのストレートデニムなんですけど3950円になっております。では続いてになります。シンプルコットンジャンスカになります。今回はですね茶色にします。前回秋の時にちょっと冬っぽいジャンスカを購入したんですよ。生地感が冬のピンクのけど、今回は春っぽい生地感、ポケットがねすごい大きくて、とてもなんか可愛い感じに着こなせそうかなと思って、で丈感も結構ね膝下丈なのですごい買いやすいかなと思い、こちらにしました。でこれシャツ、さっきのシャツとかにも合いそうだなと思って、あとカジュアルっぽい感じにも着こなせそうかなと思って、で前回の冬のジャンスカを購入した時もすごく使えてたんで、すごくね今回もジャストンさんのこのジャンスカを購入しました。でジャストンさんのこのジャンスカめっちゃ多いんですよ。なのでちょっと形違いとかであったりもするのでチェックしてみてください。続いてはですねジム系のエクササイズ系のベーシックストレッチブラトップになります。なのでこういうちょっとキャミソール的な感じのブラトップになってるのですごくね普通の時でも使いやすそうな感じのものになりますので、色がすごい展開されてて結構変わった色とかで可愛いので見てほしいんですけど、裏がこういうパッドが入ってるのに内蔵されてるので、こういうちょっとね通気性がある感じになってて、なんかこの形がめっちゃ可愛い。なんかもうね水着っぽいんですけど、ここの幅感も可愛いし、なんかちょい見せしてもいいし、まあ、ジムとしてエクササイズする時にも使えそうな、私は今回ピンクにしてみました。で後ろにこういうなんかちょっとマークがついております。でこちらのブラトップに合わせたいなと思ったものを購入したんですけど、ベーシック無地レギンスになります。もうピタッと履くやつですね。本当に江頭さんのピンクバージョンっていう感じになるんですけど、このなんかここのウエストのサポート感がすごい、またここ幅広い感じになってるのですごいね、サポートしてくれそうで、エクササイズの時にとてもいいなと思って、今回は珍しくあんまりねピンクのこういうの売ってないんですよ、こういうレギンス的なので。なんか結構透け感というか生地感もすごくしっかりしてる感じなので、厚めなので透け感がそんなにね気にしなくていい感じになってるかなって思います。すごいね、これ縫い目がめっちゃ可愛いんです。という感じで今回はですね、私ジャストンさんで6点購入したので、よかったらこの着てるところも見てください。ではどうぞ。はい、それではファッション証拠スタートです。まずはですね、フラワーワンピースを着てみました。ちょっとねほんと女の子らしいのでちょっと恥ずかしいんですけど、でもめちゃくちゃ可愛いですね。これ私が着てるの意外な感じなんですかね。フラワーシフォン半袖ワンピースです。はい、なんかサイズ感はすごくいい感じで、このひらひら感がね春って感じですね。これはねめっちゃ街歩きたいけど、まあ、家で楽しみたいと思います今回は。そしてですね、このストレートデニムを履いてみました。こういうストレートデニムとシフォンってすごい可愛いですね。そしてちょっとジャケットを羽織ってみました。ジャケットを羽織るとまあ着れるかなって感じですね、外でも。私はほんとこういうラブリーなの昔はめっちゃ着てたんですけど、今抵抗があって全然着れないんですよね。でもスニーカーとかだったら着れるかもしれないけど、こういうのが似合う女の子にほんとなりたいってぐらい今なんか全然似合わないんですよね。まあ、髪の毛結んだりしたらいいのかな。じゃあこのストレートデニムの方をね、はい、着てます。そしてですね、このふわふわぽわぽわシャツを羽織ってみてます。立体ドットコットンシャツですね。こちらはねキャリアウーマンみたいな感じにちょっとなりますね。ウエスト感はこんな感じでちょっと深め、深めの方が私は好きですね。すごい昔浅めなの流行りましたよね。ローアングルもう分かんない。ちょっとこういう感じで深めなので、すごくね足もね綺麗に見えるかなと思いまして、ちょっと少女時代感を今出してみました。はい、すごいいい感じです。丈感もめちゃくちゃ良くないですか？このちょっとウォッシュ加工的な感じもなんかシンプルな感じで、すごくナチュラルな感じのウォッシュ加工がすごくいいと思いました。はい、ちょっとインしてみました。インしたらこんな感じになります。はい、インしたらね、このねウエスト感がすごくいいかなと思いますね。足長が際立ちそう。ふいふいです。はい、じゃあ続いてジャンスカをねこのシャツに合わせてみました。全然ねデニムとこのジャンスカだとイメージが変わりますね。ちょっと動物の森感がありますかね。動物の森めっちゃやりたい全然話が変わってしまった。はい、ということでコートを着てみました。コートを羽織るとこんな感じになります。ちょっとねカジュアルなんで、上をちょっとフォーマル的な感じで黒にして締めてみました。はい、こんな感じで、続いてはねあれですよ、エクササイズ。ちょっとタイツね履くとこ恥ずかしいんですけど、こんな感じでレギンスを今履いております。ぴったりしてるので、ちょっと履く時にちょっと手こずりましたけど、でもすごくぴったりしてていい感じです。で、私のいいなと思ったのは、このなんていうの、股間の下がちょっとダボダボにならないのがすごくいいです。ほんとフィットしてて、あとウエストのところもちょうどフィット感がすごくいいです。これだとね、ここが太ったとかすごく分かりやすそうだし、これね走っても多分ずれない系のなんで、股間のところのなんかたるみがねすごく嫌なんですよね、私は。これはならなかったですね。そしてこのキャミソールもねめちゃくちゃぴったりな感じがしました。ということで今回はね6タイプ購入したんですけど、どうですかね。今ねタイムセールしてるんですよ。4月の2日の朝10時ぐらいまでかな。是非ともねタイムセール中に見るのはすごくおすすめだと思います。私タイムセールとか大好きだから、ちょっとね私もね最近ポチポチしてしまいました。はい、ということでこんな感じでございました。ありがとうございます。はい、ということでジャストンさんの服いかがだったでしょうか。すごい可愛かったですね。ジャストンさんのホームページはですね概要欄の方を見ていただけたら嬉しいです。チェックしてください。ということでちょっとまたジャストンさんのホームページ見てたら、ワンピースがめっちゃ可愛いのがまた春の新しいのが増えてたりとか、あとお花見にぴったりな服とかもあったりするので、まあお家でって感じになりますけど、お家でいろいろとコーディネートしてみたりとかいかがでしょうかという感じで、今回もよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。